サミュエル・サリバン・コックスサミュエル・サリバン・コックスはアメリカ合衆国の政治家、外交官、オハイオ州とニューヨーク州から連邦会員議員に選出され、晩年にはザイオスマン帝国講師を務めた。サミュエル・サリバン・コックスは1824年9月30日にオハイオ州ゼエンズビルにおいて誕生した。コックスはオハイオ大学とブラウン大学で学び、百四十六年に ブラウン大学を卒業した。コックスはゼーンズビルで弁護士業を開業し、続いてオハイオ州コロンバスの新聞社ステートマンの経営者を呼び編集者となった。1855年、コックスはペルーのリマにあるアメリカ公使館で初期官を務めた。コックスは1856年に民主党の公認を受けてオハイオ州から連邦会議員に選出された。 コックスは1857年3月4日から1865年3月3日まで498年連続で下院議員を務めた。コックスは1856年、1858年、1860年の選挙では第12選挙区から当選し、1862年の選挙では第7選挙区から当選した。コックスは 第35議会で革命請求委員会の委員長を務めた。1864年、コックスは偉人士官の結婚を支持する共和党を強く非難し、根結は認められざるべきだと。コックスは同年の会員議員選挙で敗退した。コックスは1865年3月に連邦会員議員を退任した後、ニューヨークへ移った。コックスはニューヨーク市内で 弁護士業を再開したコックスは1868年にニューヨーク州第6選挙区から連邦会員議員に立候補し勝利した。コックスは1869年3月4日から1873年3月3日まで連邦会員議員を2期4年務めた。コックスは1872年の選挙において前州選挙区に倶り替えして立候補した。コックスは 民主党及び自由共和党の指名を受けたが、共和党、ライマントレメインに敗北した。1873年4月30日、第6選挙区選出の民主党議員、ジェームズ・ブルックスが死去したため、公認としてコックスが指名を受けた。コックスは1873年11月4日に着任し、以降6期連続で連邦会院議員に当選した。 コックスは1885年5月20日に連邦会員議員を辞任した。コックスは連邦会員において第44議会で銀行通貨委員会委員長第46議会で国政調査委員会委員長及び外交委員会委員長第48議会で海軍委員会委員長を務めた。コックスの中央スマン帝国公使着任を描いた風刺画 我らが中トルコ講師の信用と1885年3月25日、コックスはグローバー、クリーブランド大統領からザイオスマン帝国特命全権講師として指名を受けた。コックスはこれを受諾し、連邦会議員を辞任した。コックスは1885年8月25日に新任状を法定して着任し、1886年9月14日まで、 中オスマン帝国公使を務めた。コックスはオスマン帝国から帰国後、再び連邦会員議員を目指した。コックスはジョーゼフ・ピューリツァーの辞任に伴う欠員補充の特別選挙に立候補し、勝利した。コックスは1886年11月2日に着任し、1889年9月10日に死去するまで2期連続で連邦会員議員を務めた。 コックスは第50議会において民主党会員議員総会議長を務めた。1889年9月10日、サミュエル・サリバン・コックスはニューヨーク州ニューヨークにおいて死去した。コックスの遺体はニューヨーク市ブルックリンクのグリーンウッド墓地に埋葬された。コックスは公務員制度改革の支持者であり、合衆国の領土拡張と政法への進出に関する賛同者でもあった。 またコックスはアメリカ沿岸警備隊の前身である救命局を支援も行った。コックスは郵便周廃人の法有との名でも知られ、郵政公社職員に対する利益還元や週40時間労働の保障などに関与した。郵政公社職員はコックスに対して感謝の意を表し、1891年に1万ドルを集めてニューヨークのトンプキンススクエアに コックスの彫像を混流した。コックスは、弁の立つ演説者としても知られた。コックスの愛称、サンセットは、夕暮れ時のスピーチが特に華麗であったことに由来する。コックスの著書として、以下のものが挙げられる。ありがとうございます。